どうもピオキングです。今日はこのコースやっていきます。ワンワンパラダイスドッグパラダイストロール。説明文にワンワンが主なショートトロールコースです。マオひし形3参考ココ3参考って書いてるんですよね。まあこのコースはショートトロールって書いてるから短いトロールコースだと思うんですよ。だから今日はなるべくいろんなコースやっていきたいなと思っております。そんでまたクリア率が低い。最近クリア率低いの多くないかまあ低くても犬の散歩をするように優雅にやっていきたいと思いますよ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.52%。 いやかわいそうだねワンワンちゃん。人間がこんなんばっかりにそんな扱われ方をしちゃって、もうちょっとマシな扱われ方をしたいよな。待ってろワンワンちゃん、今助けてやるからさ。はいどうもこんにちは開幕カーニバル。もう犬関係ないじゃんこんなの。何何、こいつらが犬を飼ってる本人ってか。助けてやるからな犬から、この打鍵がっていう流れにしたかったのに。逆だ。まあそうだよな、助けてやるんだったらなかなかワンワンの姿とか見せてくれるわけないよな。さあ広くを取っていきます。でこの土管は入れるのかい。入れませんね。ポチどこにいるの。そろそろ散歩に行くよ。まったくあの子ったらどこに行ったのかしら。変な人に捕まってなければいいけど、ここは右と上にも行けない。僕が犬小屋に入っちゃったっていう感じかな。ロル犬え、バカにしてんの。ポチそんなに友達を連れてきたらダメだよポチスター様邪魔をしなくていいんだって姿を見せなさいポチ。だいたいね、僕犬より猫派なんですよ。こんなご主人に噛みつきまくる犬なんてどうでもいいね。ここの犬はしつけがなってないですね。僕がしつけをしてやろうか。おさら自分がしてんじゃねえよイヌって言えばさ、何が一番人気があるんだろうね。やっぱりチワワとかダックスフンドとかなんかな。僕最近ねパグがめちゃめちゃ可愛いなって思えるようになった。ダッカー猫とかもエキゾチックショートヘアっていうのかな。そういうブチャカワ系の子が最近すげえ可愛いなって思えるようになってきて、見ててさすげえ癒されない。初めて買うときって可愛い子を欲しくなるみたいなんだけど、マンチカンとかダックスフンドとか、まあ2匹目はねブチャカワ系を飼いたくなるみたいですね。これ上めちゃめちゃ怪しくない？絶対ガリガリの方に連れて行かれる未来しか見えないまあ行ってみようか。ダルタク様、今日のトロールコースは初見殺しバリバリのトロールコースみたいだね。でこのドアに入るんだけど P スイッチがなくなっていこうか。なんかすげえ嫌な予感がするんだよな。さあドアに入ります。 P スイッチは切れてる状態ね見てこれ P スイッチいらないって書いてる。うん、なになんだよこれ、周りめちゃくちゃそんな寒くねえだろ。今35度あるぜこっち。これは右下に行けないってことから上に行けんのかな。あ、上行けるじゃん。そしてあのつららの方に出るんかな。頼む、そっち行ってて、助けなさい。さてこの砲台の上進ませてもらうとしましょうかね。でこの上に行くか右に行くか、パワーブロックが怪しい、叩いてみようか。すると、おっ、おぶねすげえ汚ねえこれ。出ちまったな、こいつはコインか。でこの左のコインは取れる。取れるね。でも裏につららがあると。オッケーオッケー邪魔なんだよくばけろ。そもそもよ、これ左の雲の方から行けないのかな。あ、行けそうにないわ。バーがあるね。じゃあパウを叩いて魚を避ける。でこのコースさ、ワンワンパラダイスっち変えちゃったけど意外とワンワン少ないんだね。なんだよ、身構えてて損したぜ。そもそもトロールコースをワンワンだけで作るってめちゃめちゃ難しいんじゃない。ていうかこっち来ちまったけど、いい、あのドアに入ればよかったんじゃないまあいいや、取れるかもしんねえよな。取っておこうか。よし、これ合ってんじゃない。じゃあ待て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 、帰れ帰れ。いや来いよ何そのフェイント。これ下に行ってもさ何もないんだろ。分かってんだよ。だから誰よ。このコースはわざわざいらないことをしなくてもいいということが分かった。まあトロールコース自体いらないのは俺ですか。すぐにジャンプだ。降りた瞬間すぐにジャンプ。もう一回戻ってくるのかい。あの砲台は戻ってくるね。もう一回ジャンプか。そこで止まってくれんのか。でここは床があるんでねえの。ないよ。分かりませんがな。あ、なんか落ちるまで時間差あったよね。ここ右を進化してみようか。そうするとなんかいけそういけそういけそう。バネーバネ、邪魔するだ。てめえはいつもいつも邪魔しやがって。おれー騒ぐだ。熱くなるだ。冷静になれ。おれーよーし
やっと抜けたぜ、バズ。もう俺に関わんじゃねえぞ、バズ。もう嫌だ、ここむずいんだよね。あ、そもそもバネを出さなかったらいいのか。そして右ラッシュ。ていうか違うじゃん、頼む、取らせろ、違う。頼むって、中間取らせるよ。チビになって右から行ったらいけるとかない。もう最結果はち切れるよ。あの中間を取るために何度も引っかかる俺と思うか。中間先だー。ほらほら見たきゃこの記録はここだちょろちょろしてんじゃろ。この場所で動かなかったらよかったんだね。さあキノコよ、おいで。そしてつららを越えていく。で、なんだこのバックは。上から行く、下から行く。上から行けるわけ、いや行けるんじゃない、これ当たんないよな。当たるんかい。じゃあ下に行きます。バック絶対に落ちてくんなよ、何もすんなよ。こいつはなんだ。え、じゃあここ何もないの。普通に右から行くよ。で、土管に入れるじゃん。なんだよ今のところは。ヒントじゃねえんだよ。で、バネが出てきた。どっかで鍵を手に入れてこいっていう感じかな。今の場所から鍵を手に入れれる、もしかして。なにこれ、ヒント。上に行けっていう感じかな。ここに鍵があったのね。わかるかそんなの。で、このピースイッチを押すと、なにこれ、またポッチ、そんなにたくさんの友達を作ってちゃんと来るんだろ、その友達みんな連れてくるんだろ、分かってんだよ。で、違う場所から違うのが来るみたいな。え、ちゃんと来る。ポチ捕まった、来いよ。何やってんのそこで、ちゃんと一人ぐらい来なさいよ。来た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 、やばいやばいぞ、あいつらがこっち来たらまずいぞ、早く来いよ何やってんだよお前らは。え、他に来ないの、上から降ってきますみたいな。この子たちを待っておけみたいな、めちゃめちゃめんどくさくない全然来る気配ねえって。ここ早送りするよ、ずっと喋り続けるのきついからさ。この崖か。なら、ここにブロックがあると思うんですけど、それが鍵ということですね。さあ、これで鍵ドアに入れる。ユアンちゃん、それはないぜ、油断ないぜ何おもしんねえこと言ってんだ。まあいつものことか。おだー、まず隠しを叩いていこうかと思ったけど、クッパの火がめちゃめちゃ邪魔くさい。え、これ上に行けばいいの一緒よっしゃー。もう絶叫なんてすると思うだろ。ここに入れなかったの。どうしないか僕わかんないの。この後手術しに行くの、お肌のね。わかんない、それでも、なんか落ちてきたね。このリフト乗ってドカンにあるよで、次はまだゴール、全然ショートじゃないじゃん。キロが取る。で、ここで右押し一本からのちくわ。何この音符ちゃんは。まあ関係ないか。なんかあった今寝ながら作ったのかな、この制作者さんは。これ走って駆け抜けるんかな、鉄球ここまで登ってくる。まあ、いや一旦走っていっちゃおう。そしてこの上は鉄球ちゃんが出てきましたけど、ブロック壊しておいてよかったね。さあ、OC のドアに入っていきます。マジでもうゴールあっていいってないの。邪魔すんな、この筋肉だるま。人が気持ちよく無限ワンナップしてる時に面白い騙し方をしてくれんじゃねえか。今日一好きだったなこれ。さあ、ブロックを壊します。で、ドクロリフトは何。ここ裏にバーがあるけど、ジャンプして左を進化しようか。するとオンオフが変わったね。で、この下に行けみたいな。めでてくねえんだよこいつは。なんだよ。しかし、せっかくならこのドクロリフトの間に入ってみたい気持ちもあったよな。さあ、ドカン入っていきましょう。ゴールちゃん、ゴールさせてくれる。どこの。ただもう分かりましたよ、このドカンの一マス先ここだ。隠し部あっさー。もう絶対クリアできると思うよ。一旦下降りるでしょ、そしてすぐジャンプ。いけるか、ポチいや、初めてする方のコースかわかんないんですけど、本当に楽しいコースでした。ありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。一発マリオ大砲。サムネを見る感じ、黒い大砲と赤い大砲が交互に設置されてあるんだけど、これね、詳しく見るを見てみたらめちゃめちゃ高かったんだよね。だからこれをどうやって登っていくかっていう話なんだけど、赤い玉は乗れないと思うよさすがに。ちゅうことで黒い玉に乗り続けていく攻略法はこれだと思うね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.99%。
まあたまに乗り続けていくっていうだけだったらそんなに難しくはないと思うんだけど、隙間がどんくらいあるかだよな。さあ始まった。この赤い玉と、あ、結構隙間あんのね。下手くそか。面白そうなコースじゃねえか。最初赤い玉に乗ろうか。で、黒からの黒乗れる梅干し。ちょうどいいところに来てくれないんだよな、この玉が。まあ当たるっていうことはある意味ちょうどいいのかもしんないね。あ、これいいんじゃない。何が？最初に赤い玉乗るのやめてみようか。黒からの黒で、こっから黒ちゃんの腹くそ。最初に赤い玉乗ればいいのか黒に乗ればいいのか分かってないんだよな。最初は赤い玉で間違いないと思いますよ。あ、いやまだいける。なんだお前。赤い玉に乗るとリズムが合わないんだよな。黒い玉でちょっとやってってみようか。そして、もう実況も何もしてない。あ、つか、いや確かに言ってないよこの動画。まあそれがこのチャンネルですよね。違和感なんてないと思います。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ作るコースはこのコース、1の1バッド5つはラバーリフトチェイズ、1の1だけど溶岩リフトを追跡しろっていうことですかね。でサムネを見る感じで溶岩リフトの上にブラパとクリボーがいるんですよ。そのクリボーを踏まなきゃゴールできないっていうコースなんじゃないかな。いやすげえ面白そうなコースだよね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 4.36%。 いやごめんね、最近1の1系多いと思うんだけど、ダウンロードしたコースが1の1ばっかりになっちゃって、それを減らしていきたいんだよね。さあ始まった。このドクロリフトに乗ってる、いや早っ、あのクリーム追いかけろってか。ちょ待ってて、え、消えてないのこれ。え、大丈夫、もう消えたんじゃないあのクリーム。うわ、もう絶対いないよな。ガメ邪魔。多分さ、一回も引っかかったらいけないっていうコースなんじゃないかな。まあ1の1でね、一回も引っかからないっていうのはそんなに難しいことじゃないんですよ。ただ敵がめちゃめちゃ散りばめられてるから、こいつらをきれいにかわすのが難しい。さっさ行かんか。待てとか言いながらさっさ行かんかとか夢中してるぜ。ただね、一つ分かったことがある。早く行き過ぎてもダメっていうことだね。だからさっきのところでちょっと待っとってみようか。待っとって大丈夫なんかな。いや、いい感じにスピード落ちたんじゃない。ここでドクロリフト乗る。待て止まんな。もう分かった、最後止まってくれるっていうのが分かったんならこっちのもんよ。でね、ドクロリフトにもちょっと乗れそうな場所があったんだけど、それ乗れればもっと早くゴールできると思うんだよな。このドクロリフトに乗りさえすれば。みんな言い訳をさせてくれ。これね、地味にむっついのよ。このドクロリフト乗ってお前を倒す。ほら今途中のスター取った方がいいんかな。この辺にスターがあるでしょ。このスター取った方が早いみたいな。これ取った方がいいのかな。これめちゃめちゃ早いじゃん。待て。もうマリメやめろ。ただスター取った方が早いっていうのが分かった。このスターを取っちまえば上から踏むだけだよな。さあここでノンストップでいければ。よし、でこー絶対ゴールだろこれ、頼む。これねマジで面白い。マリオメーカーがそんなに得意じゃない方でもクリアできるんじゃないかな。すげえ楽しいコースでした。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、期間限定リミテッドタイムコース29。説明文に The gimmick we will study this time is ice stairs. Let's do our best。 わかりません。もうね、訳す気が薄るぐらい長いですね。まあサムネを見る感じ、一マス下の一マスしかない間をくぐっていけっていうコースだと思うんですよ。たださ、針と針の間に隙間があるよね。そこに隠しブロックがあって、それを利用していけっていうコースなんじゃないかな。こういう系ね、やったことはあるんだけど、床が氷っていうのがないんだよな。めちゃめちゃむずそうじゃない。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.68%。 ぶっちゃけこういう系は動画の尺と僕の苦労が全然見合ってないだろ。マジでめっちゃ時間かかるからね、こういうの。さあ始まった。時間は10秒。10秒しかないの。10秒しか、どうしようこれ間から いけないかな。なんでこの間から行けろと思ったんだよ。っていうか勝ちブロックそんなとこにあんの。え、そんなところにあったらいけるんですか。いや、針と針の間にあると思ったんよ。で、勝ちブロックを利用しながら行くみたいな。それがなかったら、むず
もうやめよっかな。一つ行き方さえ分かればあとポンポンポンって行けるような気するんだよな。こっから歩いてってみようか。歩いてしゃがむ。ブレー、この上からしゃがんでそっから右押し一発。うわ、行かないのか。もうちょっと先か。もうちょっと。じゃあちょっと歩いてジャンプして下。来た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 、攻略を見つけたぞ。このど真ん中に立ちのジャンプ右からの下、これでいけるはずなんだよな。これを何回もするのが難しいのよ。だからそんなに時間はかかんねえと思いますよ。こんなに早く攻略を見つけた僕を褒めてほしいね。これで俺のバカー。これさ、最速が3秒なんだけど意味わからんくない？もうクリアしてるんでしょ。まあそんなんどうだっていいんだよな。クリアしまえば一緒なんだから。よっしゃいやこれめっちゃぶつかったけど意外といけることができるね。サイコロコースターありがとうございます。そしてご視聴ありがとうございました。